卓球の国内最高峰リーグ T リーグに今シーズンから参戦する金沢ポート。その金沢ポートに所属する七尾市出身の松平健太選手が今日長谷知事のもとを訪れ活躍を誓いました。7月に開幕する T リーグに石川から新たに参入する金沢ポート。今日長谷知事のもとを訪れたのは金沢ポートの松平健太選手や斉藤明監督など3人です。スーパースターがふるさとに帰ってきてくれたんで感謝してます。ありがとうございます。七尾市出身の32歳で世界ランキングは最高9位。去年の全日本選手権ではシングルスで準優勝も果たしました。体力的な衰えは感じておらず、技術や戦術の成長を感じていると話し、地元チームでの活躍を誓いました。地元の七尾の方だったり家族だったり、はい、その辺りの期待ってどういうふうに感じてますか？正直結構プレッシャーは感じてます。だけどその、まあ、応援を力にできればなと、あのファンの方たちに、いい、プレーを見せる、そして感動を与えるっていうのを目標に、そして、優勝を目指して頑張ります。7月に開幕する T リーグ、金沢ポートのホームゲームは8月に金沢市総合体育館と小松総合体育館で行われます。